き続いて、日本共産党の塩川哲也さんお越しになっていますので発言を受けたいと思います。お集まりの皆さん、こんにちは。衆議院議員、日本共産党国会対策委員長代理の塩川哲也でございます。国会では衆議院の内閣委員会でデジタル関連法案の質問を行ってまいりました。今連休明け参議院で内閣委員会、今日は参考人質疑が行われることになっております。午後の質疑ですので、この後の日程間についてはまだ具体的な議論提案はされていない段階ではありますけれども、遠くない時期に与党側は採決も行おうとしている、こういう時にこの法案の問題点についてぜひとも大きく世論と運動を広げて廃案に追い込んでいく、そのために皆さんと共に頑張りたいと決意をしております。私も衆議院でこのデジタル関連法案の質疑を行ってまいりましたが、この法案というのは国民の皆さんの個人データを中心とするデータの利活用を促進する法案というのが実態であります。すでに国や自治体、こういうデータについてこれを積極的に活用しよう、これがこの法案の大元にあります。国や国の機関においては非識別加工情報、今度の法案では匿名加工情報に変わりますけれども、この活用を民間の事業者の要望に応えたらそういう加工をして提供しなければならない、こういうことがすでに決められております。そんな中で実際に民間に提供しようということで準備をした非識別加工情報の中には、住宅金融支援機構が持っている住宅ローンのフラット35に関わるような100万を超える個人データが加工して提供される、その中には所得の金額やあるいは借金のデータなども含めて提案をされる、こういったことで個人と特定されないからと言いますけれども、郵便番号まで書いてあれば具体的にどこかはっきり分かるようなデータが儲けのために適用されようとしている、このことが大問題として指摘をされました。参議院の審議においては田村智子議員が防衛省が扱っている米軍横田基地の夜間騒音の飛行の差し止め訴訟の原告に関わる情報なども提供する対象としている、まさに一人一人の国民の個人データを生の形で提供する、こんなことさえ防衛省は準備をしていた、あるいは国立大学が持っている受験生や学生のデータ、そういう中には当然授業料の免除、こういったことも含めてその世帯の所得状況も提供する、こんなことさえ民間から要望があれば具体的に加工して提供する、こういうことが行われている、こういう匿名加工情報について今まで行えなかった地方自治体に対してもこれを義務付けるということが今度行われるというのがこの法案であります。皆さんの暮らし一番身近、そういう個人データが山ほどある地方自治体の個人データを民間事業者の儲けのために差し出すようなことで、どうして個人情報保護プライバシーを守ることができるのか、皆さん今度の法案はまさに個人データの利活用を進めるためにいくつもの仕組みを導入しようとしております。国と地方のデータを一括して管理できるようなガバメントクラウドと言われる情報、個人情報を含むデータに情報システムについての共同化集約を図ること、個人情報保護法についても一元化をし、自治体の独自の戦術的な条例についてはそれをバッサリと切り捨てることを可能とする仕組みとなっているということ、そしてマイナンバー制度を活用した情報連携をさらに拡大をすること、そしてこれらを強力に推進するという名目で作られるデジタル庁の権限の強化の問題があります。しかし皆さん、このデジタル庁には100人以上の民間企業出身者が在籍をするということになっています。母体となっている IT 室にも100人からの民間事業者に席を置く人がいる、
こういう人たちは非常勤職員として働いているんです。国の非常勤職員の給料で言えば目いっぱい働いても年間で300万円程度でも、専門の仕事を持っているデジタル関連の方であれば1000万円を超える、こういう所得があるときに、その給料の補填はどこからされるかといえば、出身企業、出向元の企業から出されることになる。民間企業からもらっているお給料の方が多いとなれば、一体誰のための仕事を行うのか、このことがまさに問われているのではないでしょうか。こういった個人データを民間事業者の利益に提供するような、国の管理を一層強めるような、今回のデジタル庁に関わるこの法案について、国民の暮らし、命、権利、守ることができない、しっかりと廃案にしていく、その世論と運動を広げていこうではございませんか。皆さんと共に最後で全力で頑張ることを決意をいたしまして、訴えとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。